ドイツ戦のスタメンを少しも予想して。渡辺雄太はスタメンです。それはもうジョシュ・ホーキンソンも。河村。富永。馬場。うん、確かそう。バスケのスタメンってこう監督目線で言うとどういうふうに決めてるんですか。代表チームだったら結構その時の調子。乗ってる選手とかね、乗ってる選手とかも あると思う、ね、監督が 何を重視するか分かんないですけど、トムさんはね、多分勢い、うん、調子がいい、いい選手とかを結構使うんじゃないかな、逆に調子のない選手はそんなに使わない傾向があるかなっていうか、なんかはっきりしてそうですね、いろいろこう試すというよりはもう結構固定してそうな気はしますけどね。今ドイツありましたけども、残りのこう2つ、はい、この2つはどう考えてますか。勝つならフィンランドですよね、この3つの中じゃ。けどフィンランドにえげつない NBA 選手が今いるんですよ、ですよね、去年 MIP っていう賞、うん、最も成長した選手に贈られる賞を去年取ってるんで、まあえげつないですよ、まあ、見てもらえば分かると思いますけど、まあ、知ってる人はもちろん知ってると思うけど、でかいし、走るし、外も入っちゃうから、まあ、なかなかそういうのは日本にいたら経験できないプレイヤーじゃないですか。勝つならフィンランドだけど、うん、まあ、相当誰がつくねん問題と、まあまあユータがつくんだろうけど、多分普通に考えたら、まあ、いろいろ策はあるんじゃないですか。オーストラリア、オーストラリアもめっちゃ強いです、はい、でかいしね、 NBA 選手だらけですし、でオーストラリアって結構ね、長年ほぼ同じメンバーでやってるから、うん、やっぱり連携面も問題はなさそうだし、一人ね、B リーグの島根でやってる選手がいるから、ニック系、うん、ちょっと親近感はあるというか、うんうん、チャレンジャーって感じですけど、日本でいうとこう経験値を積むための試合みたいな感じには、まあまあ本番なんで、できたらもちろんもちろん勝ちには行ってほしいんですけど、まあ、そのさっき言ってたけどね、パリ五輪の、うん、だから切符っていうのが多分ね、得失点差が結構重要なんで、最後まで貪欲にいってほしいですけどね、うん、やっぱ初戦ってやっぱ大事ですよね、この初戦、はい、初戦に使わせるかっていうところで、はい、まあでもね、日本開催だから、うん、やっぱり日本の人は沖縄まで見に行くだろうし、やっぱそこは開催地の利っていうのがあるんじゃないですか。それは他のチームに比べたら全然あるから、もちろんその力の差だけで言ったら今みたいな話になるけど、まあ、ホームコートっていうのはめちゃくちゃでかいと思いますよ、はい、そんなこう海外のチームで、なんかお二人が注目している選手、まずはもう対戦国で、対戦国の中で結構こう注目している選手っていらっしゃいますか。危ない選手とか。僕は前からそのマルカネンっていう選手、フィンランドが勝ってきたっていうところで注目してるんで、僕はもうそこですね、フィンランドのマルカネンっていう選手。マルカネン抑えたらば、フィンランドに勝てる可能性、勝てる可能性もあるし、今回そのフィンランドっていうチームがユーロを勝ち抜いてきたっていうこともあって、まあ、同じ山になった時に、ああ大変だなとは思いましたけどね。やっぱその勝ち抜いてくるっていうのはなかなかね、すごいことなんで、はい、初戦で言ったらやっぱドイツのデニス・シュルダーかな、僕は思いますね、うん、気になる選手はやっぱ、まあ、ドイツのバスケットの起点の選手なので、ここを抑えたらね、いい試合できると思います、本当に、うん、抑えるの簡単じゃないですけど、まあ、あとは本当にスリーポイントバカスカ入ったら、やっぱ相手あたふたしますから、まあ、それにこうハマってくれると、本当にだからの勢いじゃないですか。そのさっきおっしゃってたようにスタメンがどうのこうのっていうのはいろいろありますけど、もう誰かが分かんない、その富永君だけじゃなくて、今回、ね、渡辺裕太君も多分復帰して出るわけだから、バーンとスリーポイントとか乗っちゃったら、まあ分かんないと思いますよ。でそこで対等に今戦えてるわけじゃないですか、アンゴラとか他のチームにもね、もう分かんないんじゃないですか、やっぱり外入ったら。それぐらいだと30点って急に取っちゃうような選手がいるわけだから、その富永君みたいに、もうそこにこう周りの選手が乗ってきたら分かんないんじゃないかなと思います。他のグループとかも見てみて、なんか個人的にこう気になる、そのいわゆるここの戦いが気になるとか、見たい選手とかってこう2人とかっていらっしゃいますか。予選ですか。予選カナダフランスかな、これは、うんうん、めっちゃ面白そうですね、うん、そこは予選で結構その優勝候補同士が当たるって言ったら、カナダフランスと、まあ、同じグループで失礼なんですけど、ドイツオーストラリアとか、なんか E とグループ E とグループ H 以外は結構均等に入ってますね。グループ E とグループ H 本当死のグループ、うん、ちょっともったいないっていうか、日本なんで開催国でこんな厳しい、そう普通なんかちょっといい感じに入れてくれるんじゃない、こんな厳しいとこ
基本やっぱヨーロッパのチームはやっぱすごいですよ、強いですよ。ユーロのねバスケットのレベルがそもそも高いわけだから、まあヨーロッパのチームはもうね、ヤニス出ないって言ったってギリシャだって、まあでかいし強いですから。だからちょっとどこ優勝するかって分かんないですね今回 ね、 今回ね。アメリカがもっと例えばファーストチームみたいな感じで来てたら分かんないですけど、でも今アメリカプレシーズン結構無双してますからね。まあ優勝候補はアメリカなんじゃないですか今の状態的に。若くてみんな動けるみたいな。今竹内さんがおっしゃるそのカナダフランスっていうのは、はい、なんかどういったところを注目しているのか。フランスはまあ東京オリンピック銀メダルで、うん、まあもちろん優勝候補なんですけど、僕結構カナダの試合見てて今プレシーズンゲームを、結構カナダはいい感じ、いい感じ、うん、NBA 選手もたくさんいて、いい感じじゃないですか。それはあの韓国のシューターです。あーいい感じね。それ分かんない、もっと分かんない。誰も分かんないから。いや分かるでしょ、分かるでしょ。いい感じ、もう嬉しがってますよ今。見てないから。見てない、見てない。あそう、いい感じ、カナダ。カナダね結構ね面白いです。なんかこういう話は大体してるでしょ。こういう話大体しててわー言いながら本戦だったら結局スペインっていうところあるんですよね。意外に安定してるから結局大一番に強いみたいなところは東京五輪でもあったし、そうそうそう、そういうことでしょ。スペインが優勝すると思わなかったな。そう結局優勝してるのはスペインだし、4年前は優勝してるのはスペインだった、うん、世界選手権で去年、そうそうそう、ワールドカップ、この大舞台の経験値はなんだかんだ言ってあるなっていう印象はあります、うん、勝ち上がってるもんね。そう毎年スペインは、その皆さんの要望ではやっぱりカナダとかフランスそろそろ優勝してほしいあるんですけど、なんだかんだ言ってスペインがなんかちょろちょろと勝っていくんですよ。やっぱり強さあるっていう、ね、結局なんだかんだ言ってこう大舞台になると強いっていうのはイメージがある。さっきこう渡辺さんおっしゃってたみたいに外からのシュートがこう入っていったら、まあ、あの可能性があるとおっしゃってましたけど、バスケってこうジャイアントヒリングみたいなあのこういうのってやっぱあったりはするんですか。あります、あります、絶対あります。でも俺は正直サッカーとかに比べると上にゴールがついてるからやっぱそれでかいやつが有利だよねと思っちゃうんですよ。それは、うん、やっぱそこに比べると起こりづらさはあると思うんです正直ね。ただやっぱその過去にはあるそういうものもあるので、うん、なんかその日本代表は今もう戦えるレベルなんだったら全然あると思いますけど、ね、特にさっき言ったチーム、ね、とかで予選でレベル高いけどやっぱ水もんなんでシュートって、こっちが入ってあっちが入んなければっていう話で、そのホームコートだしっていうのもあるんで、そういうことは起こり得るんじゃないですか。去年だったらイタリアがセルビアに勝ったし、うん、ユーロで、うんうん、これ結構なジャイアントキングだったんですけど、うん、渡辺雄太が言ってたのは、うん、NBA よりユーロの方がフィジカル強い、うん、多分そうだろうね、うん、バスケットボールのスタイルが違いますから、あのアメリカとヨーロッパだとね全然違うから、それで結構アメリカ代表は苦しめられてるんですよ。いつも代表戦になると簡単に勝てなくなってるんですよ。だから分かんないですね、アメリカ代表が分かんないと思います。まあ日本代表のジャイアントキリングももちろんあるけど、各国のジャイアントキリングが全然あるんじゃないですか、はい、日本で言うとやっぱり外でも倒してるっていうイメージですか。まあペイント内で勝つのはやっぱり難しい、厳しいので、そっちの方で崩していくしかないのかな、どっちかといえば、うん、で速さじゃないですか、うん、ただそれを40分 何十試合というか何試合か続けるというその体力面の問題ももちろん若くてもあるだろうし、まあそのインサイドじゃあ今でかいやつをいっぱい入れろって言って解決する問題じゃないから、これは長年ね日本代表っていうのはまあでも今はね帰化選手とかがいてっていうのがあって少しこう恵まれた環境ではなってるのかと思いますけども、でもやっぱりそれは先ほどおっしゃったようにヨーロッパの選手に比べたらって、だからそこはやっぱ賢くねどういうふうにプレーするのかっていうのは多分もういろいろ練習してるんじゃないですかね、はい、結構比江島さんの動きとか見ると中にこう入ってこう、はい、結構得点取ってるような印象はね僕の方はあったんですけども、一切比江島の話してなかったですねでもこの日本代表のメンバーの中でも比江島じゃないですか、やっぱこうペイント内で得点を取る、そう大きい選手が中にいるけども、はい、得点取れるのは、うんうん、唯一じゃないですか、まあまあ、1on1 で、うん、あのすり抜けて例えばフローター打ったりとか、うん、ファールもらってできるのは比江島じゃないですか。やっぱ富樫君とか川村君はねいけますけど、やっぱりその後小さくてのありますから、キーマンだったりするもんですね比江島さん、うんうん、もちろんです。流れを変えてほしいですよね。なんかあんまりそういうの好きじゃないかもしれないけど、あいつ的にはでもあれですか、チーム的にはこう一番こう最年長じゃないですか、はい、チームを鼓舞する立場に
それはできてるわけですよ。口が裂けてもできると言えないですね。お金積まれても言えないですよ。どういう感じでなんですかね、やってるんですかね、ヒルマさん。どういう感じでやってるんですかね。後輩からあれじゃないですか。いじられてるじゃないですか。いじられて、あの雰囲気を良くしてっていじられて、まあ。それで得してますからね、こいつは。はい。それで母性本能くすぐって。そう、可愛い言われて、はい。それで飯食ってますから。バスケじゃなくて。バスケじゃないでしょ、あいつ。そんな扱いで大丈夫ですか。全然別に今切りたかったら切ってください。俺らは別に何も思わないです。通常運転。はい、通常運転。日本のこうどこまで行けるか、まあ、北の方に。ジャイアントキリングの話じゃないけど、まあ、何が起こるかわからないというのもそういうことを起こしてほしいですし、フィンランドには、まあ、チャンスあるんです。